はスマイル本舗の提供でお送りします。はい、こんばんは。今日はですね、6月の5日ね、もういよいよもう大変ですよ。この今年も6月に入りましたけどもね、第1週火曜日の22時からの、今そこ放送局でございますけども、皆さんは、お会いできなかった2週間いかがお過ごしでございましたでしょうか。まあもう本当この週もいろんなことがありましてですね、今世の中にぎわしております、日大アメリカンフットボール部の問題で、びっくりしたんですよ。この間理事会の発表が出るっていう広報の人が出た時に、その紙ペラを皆さんに後で配りますって言った方がですね、このオペレーターにそっくりなんですよ、顔が。でも本当にもう本当にその困った感じも似ててですね、ここの社長に追い込まれてる感じもその似ててですね、なんかそのそんな役回りなんだなと思いながらこう。うちで一人で笑ってましたけども、誰にも理解されず笑っておりましたが、まあ、そんなことで、今日はね、マイクが2本ございますけども、2本ありますけども、ちょっとまた後でまたお呼びしますが、いつもの南雲麻子じゃないですよ、ここにいるのはね。もう皆さん飽きたでしょ、南雲麻子はもうまあまあまたそのうち来ると思いますけども、そういうことでもって今日も始めていきましょう。それでは古今亭春菊の今そこ放送局。はい、古今亭春菊でございます。今日も、22時からこの番組始めていきたいと思っておりますが、今日ねここに来る途中なんですけども、京成線という電車に乗ってる時にですね、知り合いのカナダ人にばったり会いまして、今日来日したらしいんですけども、なぜか偶然電車で会うというそういう、面白いタイミングがありまして、で僕はすぐ違う用があったんでもう別れてきたんですが、また再会の約束をして今日こちらに来たという感じでございますが、先ほど言いました通り、今日こちらゲストの方が来ておりまして、まあ、今までいろんな方来ておりますけども、そうですね、まあ一番綺麗な方ですかね笑いながら言うとあんまりこういうのっていけないんですけど、笑わないで言いますけども、一応名前がございまして、つぶつぶみかんとヨーグルトスムージーの皆さんで、そう全然違うんですけど、これはこの飲み物の名前でございます、宣伝しておりますじゃなくて、今日は実は、熊本県出身のシンガーでございまして、天音みひろさんでございます。どうぞ。邪魔します。はい、よいしょよいしょっと。いやいやいや、ハードルが上がってるんで、そうですか、こうやって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 声も変えながら、そうですね、ちょっと、ね、私が初めて会場に来た時みたいなそんな感じのやばい、少女 A みたいな、少女 A みたいになっちゃってじゃなく、今日はねお送りしますのは、天音みひろさんということでございまして、はい、天音という字がまた天の音に美しく広い、はい、すごい4文字ですよ。そうですよ、なかなか、ね、4文字熟語で4文字熟語になりそうなぐらいの、すごい名前の名前の方なんでございますけども、はい、実はでもね、私なんだかんだこのゲストの呼びしてる割には、今日 お会いしたのが3回目という。そうですね、はい、もう実に3回目なんですね。でも最初お会いした2日間が濃かったので、はい、濃かったですね結構なんかこのまあ番組でもおなじみの、熊本の金髪爆弾男、はい、原田おなじみなんですねおなじみなんですね、なるほど、皆さんよく知って有名人、はい、原田さんの、はい、ご紹介というか、うんうん、なんかもう曖昧な感じでしたよね。そうですね、なんか紹介するもしないもなんか一緒な場所にとりあえずなんかご飯食べに行ったみたいな感じ、そうそういさせて、なんかお前ら勝手に繋がれよみたいな、そんな、そうですね、本当そうですね、確かに面白かったですけどね、うん、まあ、そんなことで熊本で2回共演をして、はいはい、1回はその御船町の、はい、ちょっと丘の上にある、そうですね、じいちゃんおばあちゃんのいるところでね、施設で、そうで、それでまたその、まあ、本当ありがたいことにも熊本出身の方だったんで、はい、我々がいきなり出て何か喋るよりは地元の言葉で何か喋りかけてもらえればっていう形で行って、はい、本当にいい雰囲気になりまして、はいはい、楽しく、まあ、そこでまた浜雄介とも出会い衝撃でした、やっぱり。いや、もう面白すぎて、うん、すごく楽しかった、本当2日間、うん、本当に、ね、自分がお客さん気分でちょっと楽しんでましたからね、うん、そうそうそう、で次の日もワフのね、小吉さんのとこのお店の新店舗開店のお祝いに行かせていただきまして、うんうん、はい、なんかちょっと不思議な
面白い空間でしたね。素敵でしたね、あそこはね。何が一番素敵だったって、うん、あの我々が食べたまかないが素敵でした。もう最高でした。タイタイのね、タイ最高でした。しましたね、あれね、本当にあれお客さんに出さずにうちらに出すんだって恐縮ですね。あのアップは数日後ってやつですぐには出せないというそんな感じでございましたが、はい、で今日3回目でということでございまして、まあ、せっかくですからね、今日はこちらでいろいろとまたお話を聞いていただこうということでございまして、はい、天音美博さんでございます。改めてご紹介いたします。はい、はい、よろしくお願いします。ちょっと簡単なご経歴などをご紹介していただいてもよろしいですか。経歴ですね、それでもちょっと開けたりしてるんですね、はい、あ了解あの私熊本県出身でシンガーソングライターをしてまして、はいはい、デビューがですねもう7年前になるんですけれども、もともと熊本の地元でクラブシンガーをしてまして、うん、そこで 2,3 年ちょっとアマチュアというかセミプロというかちょっと活動した上で東京に来まして、はい、でまあデビューはしたんですけど、いろいろと吸った問題ありましてね、うん、2年前に、うん、あの独立をしたんですよ。なるほどなるほど、はい、で今は音楽事務所をまあ経営しながら自分プレイヤーとして活動させていただいているんですけど、うんうん、もういろいろありましたね何があったんでしょうね、いろいろね、まあ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 。そうなんですよ。実は2年前独立、僕も2年ぐらい前に独立したんですよ。はいはいはい、あじゃあ同じくらいですね、はい、いわゆる落語協会という、うんうん、まあ、大きなっていうかまあ所属、そうですね、400人ぐらいいる団体を抜けましてですね、はい、一人で今やってて。なるほど。それこそ、まあ、事務所はもともと自分でもやってたんですけど、うんうん、まあ、一人でやってるということです、うんうん、あじゃあそういう、フリーランスな立場で、そうですね、頑張ってらっしゃるという、もうフリーダム最高と思ってます。いやそうですよねまあいろんな意味でなんか、うん、例えばあの僕なんかもあるんですけど、うん、そのある協会を抜けたんですよ。はい。するとこっちの協会から声がかかるんですけど、うんうんうん、そういうことじゃないんだよ。そうですね、そうですね、ね、そういうことなんですよ。つまりそれから分かんない人は分からないので、うんうんうん、あすげえ面倒くさいと思ったんだけど、うんうん、そうね、やっぱり所属しないっていうのはなんか意思表示でもあるし、はい、なんかそんなねところもあるなというところなんです、うんうん、でまあそのお伺いしましたら熊本県の人吉市というところ、はいはい、市というところにご出身ということで、僕はあの実はですね、うん、熊本、まあ、行かせてもらってまだ浅いんですが、はい、あの阿蘇行きました、はい、市内行きました、うん、天草行きました、はい、人吉行ってないんですよ人吉がね、どんなところなんですか人吉がね。でも、うん、一応ですね、うん、売りとしては小京都と言われてて、お日本中にいっぱいありますよ小京都そうなんですよ、うん、って言われてまして、じゃあ、まあ、城下町だったら南京都ですね、南京都ですね。そうですね、そう確かに確かに、うん、そうなんですよね。で盆地でなので、あの冬はクソ寒くて、うん、夏はクソ暑いっていう結構住みづらいとこだと思って、それも含めて京都なんですね。それも含めてね。そうなんですよ。でもほら人吉って僕はイメージはもうお酒、もう熊焼酎は推しですね。ね、もう大体人吉といえばもうお酒ってこう知ってる人はみんなそこに行くと思いますが、それ以外にもなんかいろいろとあるよ。一応ね、いろいろあるんですよ、うん、レジャーもありますし、うん、あの熊川下り、はい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 、でまああの鮎が結構生きのいいのが取れるっていうので、いいですね。そうなんです、鮎、ね、大好きで、鮎っくいなんですよ。もうあの鮎って、うん、あのその川の苔を食って、はいはい、じゃないですか、その川の苔の味を味わうのが鮎なんですよね。だからその、なるほどなるほど、だから川の生態系を食べるっていう、ところありまして、はい、熊川のそうですか、上流は本当綺麗なので、あいいですね、鮎めっちゃ美味しいです。いや僕あの四万十川高知のね、はいはい、うんうんうん、そことやっぱりそことやっぱりちょっと気になるところで何かしかあるんですけど、うんうん、やっぱり食べてないので、うん、ちょっと行きたいですね。それは鮎は、いやもうぜひぜひ、あの私結構子供の時野生児で、ね、あの川にキャンプとか行くんですよ、ええ、で鮎をそのままガッと捕まえて刺して焼いて食ってましたからねちょちょちょ一連の動作、そうそうそうですそうです、もうそれが一番うまいんですやっぱり。あのね、うん、僕今までいろんな方と知り合った人、はい、魚を手づかみにした人2人目ですよ本当ですか、はい、2人いたか佐渡出身の大和さんっていう歌手がいるんですよ、うんうんうん、歌手なんですね、はい、その方は、前うちであの佐渡でいろんなもの取ってきてくれるんですよ、はいはい、でタッパーというか、まあ、発泡スチロールにサザエをいっぱい来たんですが、うんうん、なぜかマスが入ってまして、どうしたのか、川にマスがいたんでこうやって持ってきたっつって、熊か、熊
クマみたい。でもほぼ子グマに近いじゃないですか、そのああいうキュッて捕まっちゃうんですよ。でも子グマというよりは潜ってて、あいたみたいな、バッみたいな、川潜っちゃうんですね。あちょっとカッパですね、じゃあね。そうですね、あカッパ近いかカッパ近いかもしれないですね。潜るってつまりほら腰が切れるってことだから、つまり潜れる人っていうのは、あそんな深くはないんですけど。あそうなの。そうなんです、そうなんですよ、うんうん、でももう捕まえられちゃうんだね、うんうん、あそうですか。ちょっとね、いずれそのちょっとそのアユもね、いやもう食べてほしいですね。まあそんな、はい、人吉出身の、はい、天音美弘さんでございますが、はい、まあ、ちょっといろいろ前回お話した時も、うん、なんかそうですね、うん、お会いした時とその飲み会打ち上げみたいなところでちょっと話した時に、はい、ちょっと話して聞いたのは、うんうん、なんかその旅を、はい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 、一人旅を、そうですね、それ歌いながらの一人旅でしょ。そうですね、それも聞いたらかなりデンジャーじゃないですか女の子が普通やらないことやってますね、うん、ねえ、だって聞いたらその歌ったそのなんか入れてもらったりとか、うんうん、あと死に上がりで暮らしながら旅をするという。そうなんですよ、プライドがありましてね、うん、やっぱり歌のプロとして歌って稼いだお金で生活をしなきゃいけないんですよ。なるほど、なるほど、はい、それがプライドであったので、旅に出た時も、うん、交通費、宿泊費、うん、食費、うん、全て路上ライブで歌って CD を売って、うん、投げ銭っていうんですか、こう気持ちいただいたお金のみで、はいはい、旅を続けてました。そうするとやっぱりすごく潤沢に資金がある時と、はい、はい、そうです、もちろんそうです、カスカスな時があるはずじゃないですかありますね。で俺あの時のあれ食べなきゃよかったなとか、うんうんうん、そういう後悔とかも含めていろんなことがあると思うんですが、例えば、はい、じゃあ一番裕福な時ってどんな旅がありました、はい、一番裕福なのは、もう本当に、東北の、岩手の盛岡に、はいはい、盛岡、はいはい、行った時結構序盤なんですよ、うん、北海道からスタートしたんですよ、うんうんうん、でだんだん降りていく形で行ったんですけど、うん、結構奇跡的な出会いがありまして、はい、でもともと駅前でやろうと思ったんですよ、うん、盛岡の駅結構、はいはい、大きいですよ。そうですよね、うん、ただもう最初から路上ライブ禁止みたいな書いてあって、あもう長らくやってるからみんながね、はい、でああここはもうやったら速攻怒られる場所だなって思って、うん、ちょっといろいろ考えてて、うん、でも初めて盛岡に来てるから、うん、分かんないんですよ、はいはい、その情報が、ね、どこに人がいるかとか、ね、うん、で平日だし、はい、その飲み屋街も多分人は少ないと、うん、でうーんと思ってとりあえずその商店街みたいなところに行ったんですよね、はい、だって盛岡って実は駅前じゃなくて橋渡った向こうじゃないですか。ああそうなんですね、本当は、うん、でそれもよく分からずに、うん、なんか商店街に行ったんですけど、うん、結構シャッター街で、で翌時間夕方の6時7時ぐらいからやり始めたんですけど、うん、本当に10分間歌ってて3人ぐらいしか通らないんですよで、あいたたたーと思って、うん、これはちょっと心寂しい旅になるかなと思って、うん、なんだと、うん、で最初の10分間で通った3人がいたんですよね、うん、向こう側の、なんていうんですか、道の向こうの歩道でずっと気にしてくれてるんですけど、いや通り過ぎちゃってて、はいはいはい、でなんかしばらく歌ったら戻ってきてくれたんですよ、で、うん、なんでここで歌ってんのって言われて、あそういう感じの距離ね。あそうです、そうです、うん、でもなんかその先生と生徒だったみたいで、すごいいい方で、いやもうなんか頑張ってるからとりあえず CD 買っていくって言われて、最初の1枚が売れたんですその時、うんうんうん、でまあでもあったかい人いるなと思ってそのままめげずに歌ってたんですけど、うん、黒塗りのですね、はい、ものすごい高級車がですね、おうおう目の前に止まりまして、ずっと横付けになって、はい、でうわーこれはやばいやつだと思って、で目の前にコンビニがあったんですよ、で運転手がコンビニに行ったから、おうおう、あなるほどなんか買い出しを頼んだだけだなと思って、でもここで歌ってると怒られたら嫌だから音消したんですよ。なんかもう私やめますみたいな、もうちょっと歌うのやめますよみたいなアピールしつつ、片付けるふりをしてたんですけど、ウィーンってこう、はいはい、黒い中が見えないそうかかったのまさか開きまして、こっちクッと見るわけですよ、後ろに乗ってる方が、はあもう最悪と思って、で声かけられまして、姉ちゃん、うん、今の曲もう一回やってって言われて、なるほど、
でわーって思って、うん、もちろん知ってる人周りにいないからちょっと怖いけど、うん、はいはいはい、いやでもこれチャンスかなと思ってチラシ持って喋りに行ったんですよ、うん、で私ちょっと今日本一周しててみたいな、うん、でちょっと初めて岩手来たんですけど、うん、よくわかんなくてってここで歌ってるんですけど、うん、でちょっと申し訳なさそうに言って、うん、いいじゃんいいじゃんみたいな、ちょっと歌って歌ってみたいな言われて、でオリジナル曲をその時歌ってたんですけど、うん、なんかすごい気に入ってもらって、うん、なんかええ歌詞書くやんかみたいな。関西弁なんですか。いやなんかそんな雰囲気なんですよ。雰囲気なんとなくそれやっちゃうイコール関西じゃないんですけど、うん、なんかそんな感じの喋り方で、でついにはちょっと降りてきて、うん、車からですね、うん、降りてきて運転手と他にちょっとあのいらっしゃったみたいな、こう下の方たちが5人ぐらいすごいがたいのいいお兄さんたちがですね、私を取り囲みまして、一般の人から見たらなんだこれはみたいな、ですごい避けて通られる他の人はすごい避けて通ったんですけど、なんか私はやっぱ嬉しくて、でやっぱ2曲ぐらい歌ったんですね。ダイヤモンド CD 買うわみたいになって、でゆきちをですねこう出してくれて、ゆきちを3枚、全種類3枚3種類買ってくれて、で運転手さんにもこうお前買うやろみたいになって、でその時合計その3枚ずつで3ユキチ、3ユキチでお釣りはいらねえと、初めて岩手来たんだろうって言って、でなんかそこまあ冷麺うまいからさ、歌い終わったら冷麺食って帰りみたいな、でもう3枚あるわけよその時時点で、はあ、今日はいい日だと思って、でまあ 2,3 曲聴いてもなんか次その会合があるから、はいはい、俺ら行かないと行かないといけないからって言って、まあお帰りになられたんですね。でも結構テンション高くて私、はいはいはい、あよかったと思って、でそっからも1時間ぐらい頑張ったんですよ、はいはい、一人で歌いながら、でその後もなんか数名お声をかけていただいて、で最後に出会った方が結構また優しい方で、はいはいはい、いろいろこの街の情報を教えてくれたんですね。でもお腹も空いてるし、もう今日は貯金ができたし、そろそろその冷麺を食べてね、帰ろうかなと思ったんですよ、で片付けてまた一人なんですよね、はいはい、でその最後に会ったお兄さんが美味しい冷麺屋さんを教えてくれたんですよ。どこだろう。要はそのそこの路地を行って右に曲がったところになんとか屋さんってあるから、そこで食べて帰りなみたいな、はい、よかった美味しい冷麺食べようと思って帰って行ったんですよ。でもその道行った通りにそのお店があって、でピッてウィーンって開いたら、まさかの先ほどのお兄さん連中全員そこにいまして、で、あ、さっきの歌ってた姉ちゃんって言われて、あ、さっき の、 CD 買ってくれたって言って、したらもうそこの5人の方以外の人も全員いるんですよね、20名ぐらい集まってて、はいはいはい、もうここで会ったらみたいな感じで言われて、呼ばれて隣座らされて、冷麺と焼肉食って帰りみたいになって、わかりました、どのお店だかわかりました。本当ですか。エレベーター2階かなんか上がりました。はい、1階です。1階なんかね変わってて、焼肉を卵につけるんですよ、すき焼きみたいに。あ、でその風の焼肉をそこで私初めて食べて、なるほどすっごい美味しくて、はい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 、で冷麺もすごい美味しくて、はいはいはい、でもすごい仲良くなってしまいまして、皆さんと。でそれ、和歌山で亡くなった人じゃないんですよね。ん、和歌山で自宅で亡くなった人じゃないですね。そっちと違うんですよね。あ、そうですか。それはもう最高の夜ですね。いやでそれで、その最終的に、まあ、解散ってなって、その会合が、でもうさ、俺さ、かっこよくさ、あの場でさ、去るつもりだったけどさ、2回あったからにはさって言われて、なんかカラオケバー、行きつけのカラオケバーみたいなとこに俺歌ってほしい曲あるんだわみたいになって、でドリカムを歌ってって言われて、もう5人、6人ですね、私含めて、そのVIP席で大騒ぎですよね、カラオケ三昧。でもそのね、ほら、あの熊本でもカラオケ行きましたけど、行きましたね、やっぱりそのあのほら歌うまい人にこれ歌ってほしいってちょっとあるじゃない。はいはいはい、ね、やっぱりそれってやっぱりなんかみんなの夢なんだよね、うんうんうん、僕はね、歌うまい人に償い歌ってほしいんですよ、はいはい、償い歌えますよもうね、もうしみじみとね、そうだね、はい、って言いながらもうね、もう歌うまいと聞くとね、もうねすぐ償い、なるほどなるほどなるほど
そうなんですよ。結構あの時は衝撃でしたね。でもすごい楽しかったです、やっぱり。すごくだからこうガッとね掴むっていうのは大事なことだよね、うん、もうね。もうそんなことあるんだね。でもね、ありますね。だから路上だからこその出会いである。いや本当にだって LINE 交換しましたもん。そう、今でもありますからね、ちゃんと。そうなんですよね。じゃあそれがまあトップだとすると、うん、あのそれこそ生きていけるのが不思議みたいな期間もありました。それはありましたね。あ、ちょっとそれまでちょっと、はいはい、ちょっと、うん、宣伝兼ねて、ちょっとあの実はですね、はい、今この前に、うん、西口ごっつりさんに、うん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 、行ってきまして、まあ、ちょっと数日前に社長にね、ちょっとね、はい、もう我々はもう細々と行きますので、うん、カウンターでも構いませんからもし空いてる席があればあったらちゃんと席を用意してもらったんですけども、うんうん、まあ、そこでまあ本人がちょっといなかったもんで、はい、ごっつりさん、さすがの、いない、うんうん、本人がいないというだけでマグロブツの差し入れが入ったりなんとかね、はい、しながら、今日実は最後に注文したものがですね、うんうん、なかなかできてこなくてですね、まあ、それでまあちょっと店で食べてやるとちょっとこっちは間に合わなくなっちゃうということで、うん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 、山芋の、はい、なんかチーズ、ミートチーズ、ミートチーズいや初めて見ましたメニュー、メニューね、ちょっとこれ以上冷めちゃうともったいないんで、ちょっと食べましょうか。食べましょう、食べましょう、ね、あのすみません、あ、勝手に割り箸持ってきました、すみませんそうそう、お店から拝借してきましたちょっと行ってみましょう。これはだって箸なしじゃ食べれないやつ。いや無理、もうこれやったらもう大変ですよ、これもう。あ、でも結構こっちから行こうか。あら、いい感じじゃないですか。はいはいはい、ちょっといただきます。どうぞ行ってください、行ってください。うん、あ、いいっすか。あの、サクサクです、名前も、うん、うん、うまい、うん、うん、うん、うまい。あ、思ったより西村社長、これうまいでしょ、これ680円、お値打ちでございます。おいしいです。あ、おいしい、これとってもおいしい。あの、山芋すごいサクサクして、うん、ね、なんかほら、なんかなくなっちゃうやつ、うんうん、ちょうどいい頃合いで、本当ですね、うん、あ、食感も残りので、ミートソースも美味しいですね、これね。意外とチーズと合う、うん、これいいね。あ、これいいですね。わかりました、ちょっと一つメニューがうちで増えました、うん、これナイスメニューです。ありがとうございます。もうこれ、あの、ごっつりさん、これ表メニュー、別に裏メニューじゃないの、これあの表に書いてある、美味しいメニューとしてあの我々また頼みますよ、これ美味しいです、美味しいですね。うん、あ、よかった。じゃあケーキもさっきもらったんですよね。そうなんですよ。ケーキはまだ後にしますか、ちょっと。そう、あ、でもあの春菊さんにお土産を、はい、あの出会ったの熊本なんで、はい、熊本のお土産をちょっと熊本の後ろに。なんですかこれは、物は。あ、み、あの熊本で見ませんでしたこれ。多分どこに。あ、知ってる、これ、これ美味しいよこれ、ね、そうなんですよ。あ、これあのね、あの、まあ、なんですか、カリン島みたいな、うんうん、あ、アップになりました、うん、やわらかカリン島みたいな、うんうん、つるかなだからはい、そう、黒糖のね、黒糖のうまいんですよこれちょっと遅れてね、遅れて映像が来るんで、うんうん、そうなんですよこれね。お、あ、これ知ってる知ってる、これ美味しい。そうなんですよ、私も大好きで、うんうんうん、熊本帰るたびにやっぱ東京の人に一応買ってきてるんですけど、はい、ほら、だっていきなり団子買っていくわけにいかないもんね。そうなんですよね、うん、あれちょっと日持ちが危ないでしょ、すっぽになっちゃうでしょ、あれ持って歩いてると。そうなんですよ、これも美味しいし。そうなんですよ、僕はでもね、あのね、武者返し好きなんですよ。美味しいですね、パイ生地のね、美味しい、美味しい、美味しい。初めて僕はだからその熊本に向けてイベントやった時が、はいはい、福岡でやったんですけども、うんうん、その時はうんとね、駅前の博多のとこで武者返しをいっぱい買って、はい、全員にあのやめ茶と一緒に振る舞って落語するっていう会をやったんですよね。ありがとうございます。これじゃあぜひぜひ美味しくいただきます、はい、黒糖好きなんで、うんうん、今もう黒糖は今ですよ、セコ丼でも随分いろいろやってますよ、黒糖の話は。本当ですね、ね、今もう順番に順番にでもね、この九州もこういろんな名物がこう、そうですね、日本中に広まってくるということでございますので、うん、ごっつりさんの山芋ミートチーズと、うん、それからドナッツ棒と、はい、裏にくまモンがね、はい、がおりますけど、お出かけくまモンですよこれ、なんかカバン引きずって、かわいいかわいい、ね、なんかくまモンの横ってなかなか見ることないもん、ね、あ、横あんまないですね、うん、確かに。くまモンも実は、うん、僕初めて熊本行った時に、はい、くまモンが
ビール持ってるくまモンがあったんですよ。え、はい、くまモンって3歳ぐらいですよね確か。そうなの子供なんですよまだ。でビール持ってるくまモンがあって、うん、わっと思って、でもなんかちょっと買わなかったんです。はいはい。で買わなくて、うん、でその話は絶対欲しいって言われた人がいて、うんうん、でそれから探しても全然見つからなくて、おうおう、でその後いろんな熊本市に全員に行ってたけど誰も知らないって言われて、うんうん、もうちょっともう見つからないみたいですね。もうなんかもう、あ、見たことないですね人から。まあちょっと震災もありちょっとそういうふざけたものだと思ってなくなったのかもしれないけども、ちょっとね、あ、ちょっとペリッと思ったで買っとくもんだな、ね、レアなやつ。うん、そうで僕もね実は今週末からあの熊本行きますので、はい、ちょうどねスイカなんですよ。あ、スイカうまいそう、ね、この僕ちっちゃい小玉の、小玉の薄い皮のやつね、うんうん、あ、ちょっとね楽しみに。いいですね、夏の熊本もいいですね。そうなんですよ。あ、でももう梅雨入りしてるから、はい、ちょっと雨ば、あ、でもなんかやっと今日降ってきたぐらいな感じみたいで、ずっとね天気良かったみたいなんですけどもね。あ、ちょっと一回ちょっとじゃもしあったら、うん、あの曲を聴きましょうかね。はい、実は今日はあの三浦さんの曲も、うん、用意していただいておりまして、はい、1曲目何でしたっけ。タイトルがですね、はい、君がくれた絆創膏という曲なんですけど、聴かせていただいた後でまたちょっと曲のこともちょっとお話しさせていただければと思います。はい、それでは君がくれた絆創膏です。どうぞ。君がくれた魔法の絆創膏は僕の傷をみるみる癒してくれた。その優しさとぬくもり返してゆくから、ゆっくりゆっくりゆっくり君のそばで。小さ
ロンロン、ロンロン、春菊、スイカの今そこ放送局。そうそうそう、もっと俺に電波をくれよ。この番組はスマイル本舗の提供でお送りします。はい、今聞いていただきました、山根みひろさんでございまして、タイトル何でしたっけ。君がくれた絆創膏です。もうこの5分で忘れました。申し訳ないです、すいません。ということでちょっとまたメッセージいただいておりますので、はい、読ませていただきます。毎度おなじみ、あ、天音さんこんばんは、はじめまして、はい、はじめまして、デニコです。デニコさんからでございます、はい、ありがとうございます。師匠、それから天音さんこんばんは、デニコです。お元気でしたか。暑くなるとちゃんこ屋は暇で、あ、ちゃんこ屋さんで、あのパートされてるんです、ね、なるほど。暇で早く帰らされるし、魚の目痛いし、口内炎はできてるし、散々な私、先日は店のクーラーが壊れてお客さん来ませんでした。何やら明日から雨みたいで梅雨入りしそうですが、梅雨空な予感。師匠は着物の雨対策はあるのですか。私はカッパですかね、カッパでチャリンコです。梅雨になればお刺身も食べないし、あ、そう、でも6月は誕生日だから嫌いじゃないです。それではまたバイチャということでございます。毎回あのメッセージいただいてるんですけども、 なかなかね、あの魚の目は新しい情報でしたね、彼女のね。痛いですよね、あと口内炎、この辺はまあビタミン C 補給はちょっと大事ですね。できたりできなかったり、ありますありますね。魚の目もね、なかなかこれ辛いところに、場所にもよるんですよこれまたね、うんうんうん、痛さがあったりなんかしてね、ちゃんこ屋さん夏は早いないでしょ、ね、確かに行こうってなりませんね。確かにね、あの逆にほらチゲぐらい辛くなるとちょっといいかなと思うけど、ちゃんこだとねちょっとそうかなと思います。冬ですもんね、やっぱね。まあ梅雨ってね、なんかそうですね、なんかでもやっぱり恵みの雨なんてことも言いますから、やっぱりないとね困る季節なんでしょう。そうですね、たまには雨も降らないですね。日本にはやっぱり四季なんてのはね、もう最近はでもあんまりもう冬夏、いや本当そうですよね、みたいな感じだよね。暑い寒いが極端ですから本当にもうね。今年もだって九州降ってましたね、随分雪ね。そうなんですよ ね降らないと思われてるんですけどね。人吉はどうですか。人吉は、人吉は意外に降るんですよ。降るんですか。東京よりは降ります。東京よりは、そうか、そうなんだよね。そうなんです。そうだからこの間僕はその春にね、その九州行った時も、まあ、レンタカー借りるんで、はい、阿蘇は分かんないと、おう、それこそ確かにね、天草は降らない、降らないです。天草降ったの見たことないですね。そうでしょうね、南国だもんね、はい、だからもうね、だからちょっと朝は、ね、あえて今回やめたんですよ、でそれでそうしたぐらいに、やっぱちょっと車やっぱ怖いからね、やっぱり雪はね、はい、特にまたそこら辺もあるので、いろいろと僕も原田さんと一回ね、その、はい、あの南阿蘇から阿蘇に入るときに、なんつうか、あの猫だけですか、はい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 、猫だけの、普通の人が入んない、山道を原さんの車で入って越えた時があった時、もう横でずっとゲラゲラ笑ってましたよ。こんな道通んのかって、道通って、それであの放牧のゲートを開けちゃ過ぎて閉めて、開けちゃ閉めてみたいな、もうね、もうおかしくて、あの彼が行きそうな道ですね。もうそれ見せなくしょうがないんだよね。もうなんだろう、わんぱく坊やだからさ、そうですね、もうそういうのは本当に面白くて、あれはねすごいいい経験でしたね。うん、自分でも動画撮ったやつフェイスでアップしてますけど、はいはい、ずっと笑ってるもん、もうゲラゲラ笑って、こんな道と思ってそうなんで、もう一ついただいてます、すみません、はい、ラジオネーム、あなたのキャメロンさんです。師匠こんばんは、ゲストの天音さんこんばんは、とこんばんは、暑い日が続いてバテバテです。長かった訓練も終わり、あ、こちらの方はですね、消防団に、女性なんですね、女性消防団員なんですね、入って、日曜日の大会は予想通りの成績で、2位でしたと、優勝はしなかった、はい、ほっとしてるところです、まあ、ほっとしてる理由もあってですね、なるほど、1位になった場合は、あのみんなに水着姿を披露しなきゃいけないっていう、なるほど、ほっとしてる、水着姿に放水されるっていう、そういう、あららら、あららら、あららら、あららまあ、なるほど、実際そういうことはないんですけどね、うんうんうん、怒られますからね、先日は竹富島から地唄メンバーのライブ盛り上がりました、
早く沖縄に行きたくなってきたキャメロンですと、週末はショーも熊本ですね、気をつけて行ってきてくださいと、うんうん、そうなんですよ。竹富、僕もこれ実はライブ行ったんですが、はいはい、竹富島、実は僕毎年今竹富島で落語やらせてもらってるんですよ、うん、でこのなんつうのかな、沖縄の本島と石垣島と竹富島とやるんですが、はいはい、実は竹富島が一番反応がいいんですよ、うん、私去年宮古島行きました。あ、宮古、宮古もすごいでしょ、うん、宮古いいとこね、宮古と竹富、宮古と石垣っていうちょっと面白い話があるんですけど、いわゆるどっちももともとは、うんうん、流人が流される島なんですよ。なるほど。本島の罪人が流される島なんですよ。石垣島は、うんうん、いわゆる政治犯が流される。お、宮古島は殺人者が流されるから、あそこはろくなもんじゃねっていう石垣島の話がよくあるんですよ、はい、まあ、それもよく昔からよくそういうのあるんだけども、はいはい、そういうあの変なこのお互いの張り合いがあって、まあ面白かった、うんうんうん、ほら宮古はほら有名なお通りという酒の、うんうん、はいはいはい、ね、お酒ですね、終わらない飲み会ね、あれが恐ろしいんですけど、うんうん、僕も太一郎君って子は今、はいはい、今地元竹富に、宮古に帰って、うんうん、歌のね勉強を今してて、やっぱりみんなね、本当に心ある人たちはみんな地元に帰って地元の歌を勉強しようっていう若い人たちが結構増えてきててね、すごくいいなと思ったりなんかしてるんですが、はい、宮古もね行きたいんです。で石垣もそうなんですけど、那覇から行くともう結局大変なんですよ、うんうん、そうですね、でも直で行くしかなくて、またちょっといずれ僕もちょっと行ってみたいなとは思ってるところでございますが、まあ、そんなこんなで先ほどから旅のお話を聞いておりますが、はい、先ほど最高の話を、うん、あ、伺いまして、そうですね、はい、それこそいや、あの、うん、基本的に考えれば最高の話はある意味ラッキーであり、そうですね、ラッキーの極みであるじゃないですか、はい、ベース基本的にはそうはいかないじゃないですか、うん、そうですね、まあ47都道府県あるので、はい、それはもういろいろありましたけど、中でなんかちょっとこう、あの言える範囲でなんか面白かった話、私でも基本ラッキーガールなんで、そう、半分以上ラッキーなんですよ、ええ、いい出会い本当に恵まれてて、うん、そうだな、日本海側とか、はい、あとね、長野に行った時ちょうど台風だったんですよ。で一応その午後7時8時ぐらいからがやばいみたいなのを予報を見て、はい、うんうん、で6時からスタートしたんですけどうん、まあ1時間弱、まあ、案の定もう雨に、うん、横殴りの雨になっちゃって、うんうん、で一応その1時間勝負でいろいろチラシとか配れてはいたんですけど、さすがにこう屋根がある場所でも完全にもう雨が入ってきちゃっててで私要はあの稼いだお金で寝泊まりをしてるので、うん、はい、ホテルをその日取るんですよね。なるほど。あ、ただなんかそうやる前に取らなきゃいけないでしょ、だって。そうなんです。後で取るんですよ。後で取るの？後で取るんですよ。取れんの？ダメなのそれって。一応取れてきてたんですけど、なんか長野多分なんかそのイベントがあったような感じでことごとくホテルが取れなくてですね。で結局多分ね、漫画喫茶に泊まったのその日だけなんですけど。他になかったんですよ、本当泊まるところが。でも漫画喫茶一日はちょっとすごくついてる旅だっていうかね。あのね、本当野宿は一回もなかったので。それはもう逆にほら、やっぱり情報を発信しながら旅してるんでしょ。はい、ね、うん、逆に野宿が怖いじゃん、逆になんか。ああ、それがです ね、助けてくれる人がやっぱいるんですよ。いるんだ。いいね、岐阜かな、岐阜に行った時に、うん、あのいや違うな、あれは高知かな、結構混同してるんですけど、まあ、すごいそんだけ回ればものすごい酔っ払いがいましてね、はいはいはい、でなんか俺はラッパーだと絡んでくるわけですよ、うん、飲んでラップでディスってくるんじゃなくて、ただ酔っ払って絡んでくるの、めんどくせえなで東京で活動してるっていう話をいろいろ聞かれ、その歌を邪魔してですね、言ってくるわけですよ。で俺をどうも所属してさせてくれと、東京に行くからそういうことを言い出すんですけど、まあわけわかんないですよ、酔っ払ってるし。でも最後まで絡んでて、でその時結構あったかい地域です、他の方もちらほら見ててくれたんですけど、その人が最後までずっと
ずっとずっとずっといるんですね。いるわけね、うん、で一人の優しい紳士の方が、うん、これはこの子危ないと、あ大変だと、うん、ホテルとかその泊まるとこまでついてきそうな勢いだと、うん、このラッパーが、うん、でなんかずっと見守ってくれてて、うん、で結局諦めたのかそのラッパーフラ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 言ってどっか行っちゃったんですけど、うん、その方遠くからずっと見守ってくれてて、うん、あよかったねみたいになって、うん、なんかホテルの近くまでちゃんと送っていただいて、うん、結構ねやっぱ絡まれますね。やっぱそうなんだ、やっぱやってるとねなんかちょっと言いたくなっちゃう人いるもんね。そうですよ。 でも全然褒められたんですけど、歌うまいとかいろいろ褒められたんですけど、要は俺を所属させてくれっていうなんか自分推しがすごくて、売り込みなのねそれね、売り込まれて、いや私に売り込まれてもみたいな。そうそうそう、一時あったよほら、あのちゃんとした歌う人とラッパーが交互にやるみたいな、流行った時、流行った時あったじゃん、なんかさ。そうですね、俺と一緒にやってくれみたいな、なんかノリなんですけど、要はちょっと変わった人で。僕ラップってすごくね、すごく覚えてることがあって、はいはい、毎年ね、沖縄ではその、あのチャリティーではあるんですよ。あのチムグクルの会って、うんうん、いわゆる肝、心、っていうその、はい、いわゆるそのみんなの思う一番大事な気持ちみたいなことの会みたいなのがあって、うんうんうん、熊本とか東北の、震災維持にお金をこう、うんうん、するみたいな感じの僕が出てるんだけど、はいはい、そこで、まあそのまあ、さっき言ったそのラッパーと歌手のコンビの子が毎年出てる、うんうん、はいはいはい、そこでなぜかその市長さんが出てきてですね、うんうん、なんかちょっと喋ってから、はいはい、じゃあそのなんか紹介して始まったんですよ、うんうん、でそのラッパーの彼がその曲はラップしかやらないんだけど、うん、見事にね、うん、韻を踏まないんですよ。おもうなるほど、がっつり韻を踏まないんですよ、はいはいはい、これ あえてなのかな、これ何 なんだろうと思って、うんうん、後から聞いたら市長が作詞したんです。あそうなんですね、だから思いはいっぱいなんだけど、見事に、見事に意を踏まないっていう ラップする人が書いてないからそうそうそう、ね、こんなのでもちょっと面白かった、もう、ね、途中に意踏めって言いたくなるくらい面白くて、なんかそれがラップらしくないラップらしく、なんかちょっとさね、踏まないとなんか、うんうんうん、ただ喋ってるけど、そうですそうですね、あの MC 早口の MC みたいになっちゃう、ね、そうなっちゃう、なんか面白いなと思って、あそうですか。でもまあ例えばその、季節はいつ頃からいつ頃だったんですか、それはって。夏にスタートして、うん、7月スタートの北海道ですね、うん、なんだろう、涼しいとこ夏行って、で秋から向けてこう南に降りてくる。そうなんです、そうなんですよ。そっか、そ11月ぐらいまでかかったかな、うん、あかかりますね、5ヶ月ぐらいはやってましたね。あすごいすごいすごい、そうね、そっか、まあ、でもそんな途中体調も崩しますし、ね、そうでしょう。大阪に行った時がなんかすごい具合悪くてですね、うん、大阪いや大阪がどうのとかじゃないんですけど、うんうん、全然いいとこだったんですけど、まあ、でも1日で直して、まあ、あの時間もあれなので、はい、ちょっと最後にちょっとお話を伺いたいのは、はい、実はその、はい、今キャンペーンというかその今仕掛けを今ちょっとしてる。そうですね、ちょっといろいろ取り組みをちょっとそれちょっと聞かせていただいてもいいですか、ね、はい、はい、ちょっとねこれあの、はい、こういうヤンマガみたいなね、食べたちょっとこれね宮古島なんですよ撮影場所。ちょっと間違うと怪しいですよね。そうなんです、ちょっといやらしいって言われるんですけど、ボムとかそう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 政治しか笑わないです。そうなんですね、その感じ。これ一話の年表になってまして、うん、私の経歴がずっと天音美博年表、はい、うん、あのデビューの時からですね、こう事務所で活動してて、で47都道府県ライブ、うん、で NHK で曲を使っていただいて、うん、で、まあ、ワンマンライブ300人をワンマンライブを今やってるんですけど、うんうんうん、でまあ、いろいろな活動が書いてある裏にですね、うん、はい、あの現在ちょっとやってるのがクラウドファンディングを初めて、お、そうなんです、挑戦中で、はい、これなかなかね大変ですよ、うん、これはそうなんですよね、しかも300万円という大きい数字をですね掲げてまして、もともとデビューが7年前で独立をしたということで、うんうんうん、独立をしてた時にやっぱり今自分の好きなお仕事、好きな歌、うん、全部自分の好きなように自由にやってるんですけど、うんうん、その状態でもう一度メジャーに挑戦したいなと思ったんですよね。その事務所で何かこう、はいはいはい、こういう歌を やってとか言われてる状況じゃなく、自分が好きな歌で好きなことでもう一度メジャーに出たいなっていうので、それの、新曲を、まあ、先に予約を取って、はい、っていう形でクラウドファンディングをやらせていただいているので、うん、CD の1枚の価格2000円からですね、うん、
ッカーって、まあ、ワンマンライブのチケット付きとか、うん、オリジナル T シャツオリジナルタオルとかいろいろついてて、うん、まあ、コースがたくさんあるんですけど、ちょっとコース見ましたけど、はい、もう上の方来ると、はい、なんかもう何してたか分かんない、全部セットそう、うわーって書いてますね。であの熊本の実はチャリティーも入ってまして、うん、はいはい、結構後ろの方に行くとですね、みひろと行く熊本被災地ツアーみたいなのがあるんですよ。ありましたね。そうなんですよ。一緒に向こうに行って、うん、現地でボランティア活動というか、はいはいはい、まあ、熊本で楽しんで、うん、ちょっと被災地にも貢献してというツアーを組んでたりとか、うん、あと熊本の焼酎を、うん、あのみひろボトルをちょっと作ろうと思ってまして、うん、それもあの全部被災地応援になるということで、はい、そうですね。でもまあこれは期限はどっかに決めてあるんですか？期限あります。7月いっぱいなので残り2ヶ月弱ですね。はい、ですから皆さんぜひあのサイトはじゃあどこでなんか分かりやすく検索するとすれば、サイトはですね、一応私ホームページ、うん、天音みひろでやってて、うん、あと Facebook、Twitter、インスタをやってるんですね、うん、それのどれか全部ネットでその天の音でですね、うん、天音みひろって入れると、うん、全部出てくるので、で私あの天音みひろってこの世に一人しかいないので、うん、本当にすぐヒットすると思います、ね、はい、そうですね、一人しかいない名前がいいですよ、やっぱりね。そうなんですよ。で今日最後にまた1曲流れてます、うん、これは何と言ってますか？これはお帰りがあるからっていう曲で、あのふるさとを思った曲なんですけど、まあ要はお帰りって言ってくれる存在があるからこそ頑張れるっていう、うん、これはね、やっぱりだから僕はもう東京、はい、東京出身なんで、うんうん、やっぱり地方出身の芸人さんいっぱいいるんですよ、はい、違うんですやっぱりね、うんうん、そのやっぱりそのいろんな思いでこう来たりとかだと、やっぱりなんかやっぱり地方の人はやっぱりなんか一旗みたいな、はい、こうあるじゃないですか。ありますね。帰したけ帰るねみたいなねこともありながら、でもそのでも地元のおいしい人がいっぱいいてっていうその羨ましさも僕はあったりするんですけど、うん、なんかそのね大変ですけど、やっぱりそのこういう風にそのまたメジャーへまたもう一回っていうことで、はいはい、でもなんかその、そうですね、自分の考えながらできるってとっても大事なことなので、はい、きっとそのこの期間はいい期間だったんだろうなと思いましたよね。そうですね。今その A4、はい、というかそれは、はいはい、あとどれぐらいの感じですか？金額ですか？はい、5月にスタートして、今ね35万円ぐらいなんですよ、うん、じゃあまだもうちょっと、ね、まだまだですね。そうですね、はい、とりあえず100万円はいかないとっていうところはあるんですけど、はい、あの一口300万のがありましたよ、ね、奇跡の一口みたいなもう一人で終わりじゃんみたいな、もう最後にポンと入ったら大手みたいなやつがね、あちょっとあれ面白かったの。そうなんです。いろいろいやほら乗せとくだけトロなんだよ。絶対それは面白いと思いましたよ、あれは。奇跡の一票をね、盛岡から坂が来るわけですね。急にね、本当ですよ。まだ連絡してないので、そうそう、連絡してみようかなと。実ははい、ごめんなさい、本当にあと3秒になっちゃった。あ、いえいえ。ということで、さよなら、おやすみなさい。ごめんなさい。